ここに来たんだね。うん、うん、これでここに入ってきた。下から、うん、下から入ってこっちに顔を出してきたそうです。ほんで絶対腕枕眠いんだね。もういい時間だね。むちゃくちゃ可愛い顔するから時切れなくすんねん、それで、ね、邪魔でない。思います。ムーチェック入ります。すごい、このウォーターサーバー置くために作られた場所みたいな。シートにしようか迷ってるんですが、ここにリメイクシートを貼ってポクしようと思います。馴染みがいいさ、リメイクシートを貼さなきゃね。どんなのがいいか、それまではこのまんま使います。キッチンがだいぶ片付きました。ユッティお手製の棚が来たおかげでキッチンのスペースが増えました。ここに
この無印で買ったパックの中にジャガイモとかそういう常温野菜が入っているので、これからここにネジを通してなんかこうかけられるフックをつけようと思ってます。で、とりあえずはこれで過ごします。 Amazon で耐熱のちっちゃいカップを買いました。これちょっと調味料とか混ぜたり加熱したりするのにユッティがちょうどいいサイズが欲しいっていうことだったんで6個入りを買いました。多分ヨーグルトとか入れても可愛いお酒だし、オーブンも電子レンジも食洗機も OK です。今日から使っていこうと思います。勇気はないよ、宝くじに660万分の1だよ。